サイゲームス馬娘プリティダービー。どうも、のちゅん TV です。馬娘で上がっていきたいと思います。寝る子は育つって言いますけど、どのくらい寝ればいいんでしょう。トレーナーさん、知ってますか。はい、ということで今回はですね、ヤマニンゼファーの勝負服が出ている件についてちょっとね喋っていきます。まあ、ゲームの攻略というわけではないんですけどもね、また新たな情報、新たなね、チラ見せ、匂わせが来ていますので、これね、まあお時間ある方は最後まで見ていってください。あとですね、良ければ動画に高評価もいつも、よろしくお願いいたします。ということでまずはですね、こちら、見ていただきたいです。はい、こちら、パカチューブ、公式の方のですね、引用になるんですけども、ここでですね、西野フラワーの CM が出ました。ぜひともね、下に概要欄、引用元の URL も貼っておきますので、公式でも皆さん見てみてください。で、これなんですけども、15秒の CM です。ちょっと見させていただきます。勝ちたい、スプリンターとして信じてくれた人のために、そして私の走りでみんなに勇気を与えたい。はい、こんな感じでですね、イベント開催も合わせての西野フラワーの、ね、CM があります。で、これなんですけども、ここにですね出ているヤマニンゼファー、ここにね、なんか見慣れない勝負服がいるっつってね、勝負服が出ています。で、これがですね、まあ、ちょっと話題になっていて、ヤマニンゼファー勝負服初公開じゃんっていう感じで、一番見える場所ね、ここです。で、ここからね引用させてもらってるんですけども、ちょっとね画像も見ていきましょう。はい、ということで画像を開きます。ちょっと画像用意してなかったら、はい、はい、こんな感じになってます。で、これがですね、いろいろシーンにカットインしていて、まあ、史実の、ね、レースを再現度も高いし、この CM の躍動感すげえなっていうところもあるんですけども、こちらのね勝負服出ています。で、横のシーンもあってこんな感じなんですけども、まあ、ここら辺ちょっとね画像が悪いという感じで、次のスライド、こんな感じです。で、一番見えるのはやっぱりこれかなということで、これね、皆さんもここのシーン、ネットで見た方もいるかもしれませんが、ヤマニンゼファーが勝負服初お披露目となっています。で、これなんですけども、結構いい勝負服、めちゃくちゃ、そのね、デザインいいなというふうに思いました。で、ちょっと言いたいところ行くと、まあ、今回勝負服が出たよっていう動画なんでね、こういう感じなんですけども、ちょっとこれ、青みがかっているシーンで、このね、フェードかかってますんで、修正すると、まあ、こんな感じかなと。ちょっとだけ青み消すとね、こんな感じになっています。はい、いかがでしょうか。こんな感じで、ちょっとね、勝負服も出てきて、次の実装馬娘ちゃん何なのかなっていうのがね、ちょっと気になっているのと、勝負服デザインこんな感じですけども、皆さんいかがでしょうか。いや、結構すごいなと思っていて、まあ、こんな風になってるんですけども、これね、ちょっとね、なんかね、スクショのシーンで手が前に出ていたりして、ここら辺のデザインわからないっていうところあったんですけども、まあ、ちょっと個人的に思ったのは、遠心フラッシュの勝負服にちょっと似てるかなとか思いました。皆さんもこれに関してはいろんな意見欲しいんですけども、このね、手が開いている、まあ、馬娘ちゃんの服ね、服ね、コパとか、ダイヤちゃんとか、みんなここら辺ね、ひらひらしてるんですけども、ここがそのね、白で、なんていうの、レースっていうのかな、なんか、このひらひらのやつね、であって、ここら辺の勝負服のデザインっていうのも、ちょっと似ているかなというふうに思いました。どうでしょうか。こんな感じになっていてね、まあ、ちょっと、勝負服人権馬娘の匂いもしているという感じです。はい、で、あとはですね、ヤマニンゼファーが実際、実装いつされるのっていうのがあります。これなんですけども、ちょっとこれヤマニンゼファーのね、成績なんですけども、まあ一応まずありそうなのは、安田記念ですね。ヤマニンゼファー安田記念連覇してますので、まあここら辺の周辺とかのも考えられます。で、こっちの方がやっぱりね、ヤマニンゼファーの実装時期としてはいいと思うんですけども、一応、天皇賞秋、勝っています、ヤマニンゼファー。なんで、これね、ちょっとこの勝負服チラ見せだけでは実装来るとは言い切れないんですけども、まあ、10月末、天皇賞秋あるので、そこでね、これに関連付けてとかでね、すぐ実装っていうのはあるのかな、どうなのかなっていう感じです。まあ、さすがに勝負服チラ見せだけだと、まあ、ゼンドロブロイとかね、がその CM 出たよとかあったんですけども、それで、まあ、早くは来ないとは思うんですけども、まあ、最近ですね、ちょっと、
いろいろ予想外な馬娘、予想外ではないんですけど、早えなってなる、馬娘ちゃんの実装が多かったりするんで、まあ、そういうところでね、アストンマーチャンとかめちゃくちゃ、予想外ではないですけど早えってなったんで、ヤマニーズファーももしかして天皇賞秋っていう風になってはいます。であとは以前挙げた動画で CB がね、まあ、菊花賞なんでっていう風に言っていて、まあ、一応個人的には CB の方が、菊花賞で合わせて、まあ近日、まあ、次のガチャとは言わないんですけども、近日ね、菊花賞と関連付けて CB の方が来るんじゃないかなと思ってるんですけども、皆さんはどう思いますでしょうか。はい、そんな感じですね。あとはね、動画もちょっと用意してきたのがあります。ただちょっと尺長くなっちゃうんで、ちょっとね、ここにもヤマニンゼファー出てるよっていうところ少しだけ見せたいです。ここからはね、ストーリー見ていきます。さっきの CM のね、レースもね、史実再現度高いっていうのがあってね、まあ、このストーリーもね、楽しそうですね。はい、これですね。おはようございます。とても気持ちのいい朝ですね。よかったらみんなで一緒に走りませんか。おはようございます。ほほう、勝負ですね。いいですとも。いついかなる時も挑まれたなら答えましょう。お姉さんたちと、はい、よろしくお願いします。今日の風にはきっと花の香りが乗りますね。楽しみましょう。はい、こんな感じでね、ストーリーに出てきます。ちょっとここら辺飛ばしますか、長くなっちゃう。いや、見よう、全部見ます。ヤマニーゼファー登場シーン。追いつけない、苦しい、息がうまくできない、停鉄の音が遠くへ行っちゃう。なんてゴールした二人の姿はとても小さくて、私にはよく見えなかった。最後は接戦となってしまいましたが、完全なる勝利を飾りました。ですが、お二人もいい走りでしたよ。あら、私の方が先にゴールしたような。判定してくださる方がいないと分かりませんね。これ爆心王本格構えだからね。はい、そしてあとは西のフラワーのストーリー、こういう風にあります。ちょっと見ます。ごめんなさい、逃げちゃって。私の大好きな場所です。お花を見るといつも励まされます。もっともっと頑張ろうって。どんなに小さな花でもその姿は私に勇気をくれます。だから私もそうなりたくてここまで来ました。フラワーちゃんの走りを見ていたらね、なんだか自信が湧いてきたな。私たちの宝物があんなに輝いているんだもの。うんうん、お父さんたち勇気をもらったよ。縮こまる必要なんてない、もっと胸を張ろうって。大切な人たちが私に勇気をもらったって言ってくれたから。うむ、であればもう一度勝負といきましょう。今度こそきっちりかっちり勝利してみせます。花は風に舞いますから、目の前を隠されないよう、やはり私自身が風にならなくてはですね。力の差に打ちのめされても頑張ろうって思ってました。なのに怪我をしてしまいました。あんなに無茶をしたらいけないって分かっていたのに。まだ子供だけど頑張ればみんなに置いていかれないようにって。私夢叶えたくって。
はい、ということでね、西野フラワーちゃんのストーリーでございました。はい、ということで動画まとめていきたいと思います。まずですね、ちょっと今見たようにですね、チャンピオンズミーティングね、今はね、ラウンド2も始まってきて、もうすぐ決勝なんですけども、ちょっと私も決勝までにまずは西野フラワーをちょっと仕上げてね、出していきたいと思います。ちょっとこの動画の後、西野フラワーを育成します。はい。で、あとはですね、山人ゼファーですね、勝負服が出たということです。めちゃくちゃ、このね、こんな感じで、ひらひら衣装になっていて、かなりいいんじゃないかなと思っています。まあ、あと実装いつかなっていうとこですね。アストンマーちゃんと来て、次何来るか、CB なのか、誰なのか、山人ゼファーの可能性も出てきたぞとかね、そういう感じがまとめになっています。はい。で、あとですね、最後なんですけども、今日、馬ゆるあります。この動画はね、アップロード日に見ている場合、本日、16日、21時頃から馬ゆるあります。で、初回1話から3話まで、一挙3話放送です。これも、生放送でも私も同時視聴しようぜっていうのをやりますので、まあ、もしね、良ければ、まあ、時間あればとか、まあ、興味あれば、一緒に見ましょうという感じで、動画最後までありがとうございました。いや、ちょっとね、西野フラワーの動画にもなったけども、山人ゼファーとか西野フラワーとか、まあ、CB とかいろんなね、新しいも娘ちゃんも出てきてますし、まあこのね、ゼファー関連とかでもね、爆心王とかもね、爆心王も出るし、あとツインターボ師匠とかね、そこら辺もね、期待しています。ということで、のっち TV でした。最後までご視聴ありがとうございました。よければ、またね、次の馬娘動画も見てみてください。今日の方がね、ちょっとね、勝負服のね、ことを皆さんと話したかったんであげたんですけども、いろいろ攻略もあげていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは最後までありがとうございました。またお会いしましょう。のっち TV でした。またな。バイバイ。